問題。ペットを連れていくのはいい、丸か×か。では皆さんお考えください。では回答オープン。正解はどうなんでしょう。解説の春菜さん。はい、こちら解説の春菜です。さて、犬にリードをつないだ方が会場に入ってきました。おや、よく見てみると一見ペットに見えますが、この犬は盲導犬です。そうなんです、実は盲導犬の入場は許可されているんですが、ペットの入場は許可されていないんです。ペットはダメです。盲導犬同伴での入場に迷っている方、大丈夫なので安心して投票に来てください。公共施設でのペットの入場は基本的に許可されていないので、ペットを飼っていてよく一緒に行動している人は気をつけてくださいね。これでこの問題の解説は終わりです。正解は×でした。ではまた。